他是武康党，这不是那个中国武功的武功那个意思。比如说我姓施，他就是武功堂。哦，所以说像一般说一年举办一年举办，然后上面也有什么堂什么堂。都有都有。日本の東京ですと千代田区ですね、2003年です。あとは2004年今年の8月の1日から新宿区が、ね、吸えなくなったところがですね、吸えなくなったのは外で歩きながらの禁煙ということで、その辺が違うのに面白いなと思ったんです。哇，厉害厉害！这是一张纸。天に雲なく、金色の黄金のペン。っていうのはですね、私が小学校の時の校歌なんですけども、ずいぶん忘れましたね。で、なんで校歌を歌ってブランコに乗ってるかと言いますと、実は台中のある小学校に来てるんですけども、こちらの小学校はですね、まあ、中国のというか台湾のですね、伝統的な文化を残しつつ新しい校舎を建てたという、なかなかちょっと面白いところなんですね。ちょっと今回はこちらからちょっと回ってみようかと思います。なんか新しい建物なんですけどもね、なかなかこう台湾式の作りになっててね、お、これね、武魂ですね。武魂っていうのはそう、日本でいうと剣道とか柔道とかね、これはだけど全然違う感じですね。あ、そうだ、校長先生にちょっと、你好你好。我看到这个武魂掌，这不是那个中国武魂的武魂那个意思。像其实它是我们的这个姓名的一个渊源历史哈，就是百家姓把它转换过来的。比如说我姓苏，它就是武功堂。那早期我们台湾哈，就是说同样一个姓氏的人，就是聚集在一个村落、一个郡哈、一个郡落，所以就会有这样的堂号出现。哦，就是看到武功。这个武功党就是有，你是哪里来的呢？什么姓都知道。对对对。那校长都知道吗？就是假如说别的武功以外的话，假如是大概是像江夏堂的话，他就是姓黄的，姓黄的。我们台湾如果是姓黄的人家，他就是江夏堂，他都有一个渊源历史。好，在我们的这个台湾各地都有这样子的一个还有一个古迹在，像江夏堂在苗栗就有一个村落，还有古迹在。那它的一个渊源历史跟我讲的这个武功堂一样啊，就是说都是它早期有一个郡落在，那流传到我们的这个姓氏当中。那当时我要做盖这间教室的时候，我在这边当了两年的女工。那当时我就有想到，到宜兰啊，还有鹿港啊，哈，有书院，有这样的一个意向，我想让小孩子有一个饮水思源的一种想法啦。那所以我在想说，要落实在一个生活当中，才把这个刻印在我们的每一个教室的门楣上面。啊，所以说像一般说一年举办，一年举办，然后上面也有什么堂。都有，但是呢，每一个班级，我这里是35个小朋友嘛，那35个小朋友他有各种不同的姓氏啊，但是他们的教室前面就是只有一个姓，一个堂号。那但是呢，我们可以现在在台湾乡土教育
好，就已经是很落实在我们的教学当中了。好，那所以呢，我们现在就是大概就是让小孩子去就自己的姓氏。好，我们有一个学习单，那他也许他的姓氏他是在502班，让小朋友去找。嗯，那这也是一种落实到教学。就是、我的姓是什么什么，所以啊，这个学校里面有什么，就是几年级班的地方，就是刚好我的姓出现了。我们的姓氏通通一般性的，这里都可以找得到。那还有几个比较难度比较，就是说比较少的姓氏的也有，几乎都有，都可以找得到。说五空党的话，台中这里也是台中嘛，台中最有名，我知道一个太阳党，那个是有姓氏有关系吗？太阳糖其实它是一个太阳饼而出名的，跟这个糖号是没有什么太大是没有关系的。是的、哦、是的，这样子啊、嗯、スーイとはこの地区のスーイ地区の名前から命名されました。典型的な地区小学校です。しかし学校の規模は大きく、グラウンド、教室、給食場などほとんどの学校が屋上しかない東京の小学生から見れば本当に幸せです。こちらに来て初めて分かったんですけど、何々堂っていうところにこうさんだったらこうさん、陳さんだったら陳さんがみんなのがなかなか面白いですよね。日本とは違うところですよね。まあ、ちなみに中国の方っていうと大体13億とかもっといるって言われてますけども、まあ、それでも名前の種類が5000ぐらいしかないそうなんですよ。で、日本は1億2000万人ぐらいしかいない、なんと10万も名前があるということで、その辺が全然違うところですよね。まあ、でも一番多い名前っていうのは鈴木さんだそうです。それでも日本の 1.8% しかないということで、なかなかね。で、まあ、こういう小学校に来たんですけども、僕はね、小さい時の小学校ってエレベーターってなかったんですよ。こちらに来てびっくりしたのは、エレベーターあるんですよね。子供はみんな乗ってるんですよ。いいですね。時代変わりました。本当に。今回また久しぶりに台中に来たんですけどもね、今回もまたいろんなところに行きました。まあ、最初にですね、スーイゴーシャオと、まあ、小学校ですけども行きました。闽南式の建物で、まあ、そこでやっぱり驚いたのが、やっぱり日本と中国人の姓名っていうんですか、名前が違うっていう、その由来が違うっていうのが驚きましたよね。それから三江ファンタンで、台湾の方の作ったおにぎりっていうのもなかなか美味しかったです。あとはウイエン一家うちへ、まあ、結局タバコを吸わないというレストランが、まあ、30軒ぐらい並んでるんですけど、まあ、いろんなレストラン個性が出ててよかったんですよね。あとは空号ですか、空号名数、まあ、ピアノをねちょっとやりましたけど、バレましたね。やっぱり慣れないことはやらないことですね。あとはイヤオロンモンですね。まあ、できるだけ人の悪口は言わない方がいいといういい例でしたね。それから、まあ、こちらの天蘭ファイアン、なかなか郊外でね、空気が良くていいとこなんですけどもね、今回の瀬上剛 in 台湾どうでしたか。また来週。